Hi, how are you? It's me, Sana. Welcome back to my channel. さあ、今回は幼児期に始めた方が4歳、5歳で英語の絵本の取り組みを始めていくとスムーズですよっていうお話の、一つを紹介していこうと思います。学んでいくものにジョリーフォニックスの基本42音と、そして、その後応用とかをしていくんですけれども、それと同時にね、絵本も読めるようにどんどんなっていく、そういう流れになります。で、その流れの中で、マジックEっていうものをね、紹介して学んでいくこともあるんですよね。はい。で、かわいいでしょ？メガネさんっていう感じで教えてるので、こういうものを作りました。で、このマジックEなんですけど、ですね、小学校のお子さんももちろんスムーズに習得していくことが多いのは多いんですが、幼児さんの方が意外と、ちょっと意外かもしれませんよね。小学生の方が理解度が高そうですよね。でも幼児さんの方が見よう見まねと感覚で乗り越えていくっていうことが結構あるんですね。逆に小学生の方が知識とか頭でこう考えて理解、もしちょっと理解するのが難しいって思った子にとっては結構時間がかかったりすることがあるんですよね。なので幼児期のもうなんか結構柔らかい、何でもいけるよみたいな時に、こういうものがあってね、こういう感じでやっていくんだよ、一緒にやってみるみたいなじゃあ練習やってみようか、どうやって読むんだろうねみたいな感じでやっていくと、意外と親が思っている以上に、うちの子すごくないみたいなことが結構やっぱり起きるんですよね。もうお母さん方も、すごいって言いつつ、私もすごいって言いつつ、もうみんなでちょっと喜んでウハウハしてるんですけど、はい。まあそういった感じで、意外と感覚派の幼児さん、何でも吸収が、スムーズにしていくことが多いですよっていうお話でした。マジックEは特に、そういうふうに感じました。小学生のお子さんは意外と難しいって言われることもあります。あります、実際に。なので、ぜひね、幼児期から、始めていくといいんじゃないかなというおすすめでした。Alright, thank you for watching this video. See you next time. Bye!